メガバイト150シリーズはフランスのブロック社によって開発され、第二次世界大戦で使用された戦闘機である。生産型のメガバイト151、メガバイト150に合わせて600機以上生産され、ドイツの侵攻時に使われたほか、休戦後はビシー政府軍でも使用された。フランス降伏前にメガバイト151が少数機ギリシアに輸出された。 ブロックメガバイト151メガバイト150は1934年に出されたフランス空軍の新型短座戦闘機開発計画に基づいて開発された。全金属、単用、引っ込め足の原型機は1936年に完成したが、設計上の欠陥のため予定された初飛行時にはついに飛び立つことができなかった。ブロック車では、 構造の強化などの改良を施して、数ヶ月後にようやく初飛行にこぎつけたものの、結局、この新型戦闘機計画では、メガバイト150よりも古風な基金混合の強合機モランソルニュー MS405 が採用され、これが若干の解説系を経て MS406 として量産に移された。しかしブロック社では、自社資金で開発を続け、主翼を延長し、 エンジンを出力向上型のノームローン 14N11 に換装したメガバイト151を完成させた。折しもヨーロッパの情勢は日に日に悪化しており、フランス空軍では MS406 の配備を進める一方で、その後継となるドボワジン D520 も開発が進められていたが、ドイツとの航空戦力の差を埋めるためには、早急に大量の戦闘機を調達する必要があると、 判断された。フランス空軍は1938年5月に兵力拡張計画、プラン V に着手、アメリカにカーチスホーク H75 を発注する。一方で、ブロック車に対してもメガバイト151の生産契約を行った。メガバイト151がノームローン空冷エンジンを搭載していたため、ただでさえ遅れがちなスパノスイザ液冷エンジン搭載の MS。 406や D520 と競合して生産を阻害することがないことも採用理由となった。メガバイト151は1938年8月に初飛行を行い直ちに量産が行われたが、なおエンジンの非力差の問題は付きまとった。さらに、深く絞ったカウリングのために冷却不足に陥り、飛行性能は劣悪かつ火力も不十分と、 その近代的な外観に反した、定性の大きであった。さらにブロック車では、改良型として、エンジンを第二次大戦初期としては、高出力の部類に入る千張機場を発揮する、ノームローン 14N25 に換装し、武装を 20mm2.7、5mm2 に強化したメガバイト152を完成させた。メガバイト五十二は百三十八年十二月に、 原型機が初飛行、発注分の多くはこちらに振り分けられて、メガバイト151と並行生産された。しかし、メガバイト152でもエンジンの冷却不足の問題は解消されず、生産途中でカウリングの解説系やプロペラの乾燥などといった試行錯誤を余儀なくされた。1939年3月から空軍への引き渡しが始まったが、 初期の生産型はビブに構造上の欠陥があり、部隊配備はその回収後となった。生産時の混乱により、プロペラや小準機の装備が不十分なまま納入される機体があるなど、戦力化にはほど遠い状態が続いた。また部隊配備された機体も、前日のエンジンの冷却不足による出力制限により、 低速度でしか運用できず、航空での操縦性が悪かったため乗員の評判は良くなかった。メガバイト152では 20mm 機関砲を装備して武装強化したものの、機関砲の故障が多く有効な働きができなかった。ただし、他のフランス戦闘機は 20mm 機関砲が0、もしくは1問だったのに対し本機は2問あったため、 これが故障せず正常に稼働していれば爆撃機の迎撃で強みを発揮していた。当時のフランスでは先進的な設計や優れたスペックを持ちながらも欠点の多い機体ではあったが量産は続けられメガバイト151メガバイト150に合わせて650機ほどが生産された。このうち1940年からのドイツ軍との 戦闘では270機が失われ、フランス戦闘機の中で最も大きな損失となった。ただし、ドイツ機の撃墜数も152機を数えており、当時は世界最強の一角であったドイツ空軍と渡り合えたことが伺える。停戦後は親ドイツのビシー政府において戦闘機として使用されたほか、ドイツ軍において練習機として用いられた機体もあった。メガバイト。 152の速度性能の強化、エンジンの改良、航続距離の増大、運動性向上を目指して開発されたのが、メガバイト155である。これは1939年末に初飛行を達成したが、対ドイツ戦の回戦には間に合わず、量産型は少数しか生産されなかった。さらにエンジンを離陸時出力1580馬力のものに換装したのが、 最終生産型のメガバイト157で1942年3月にドイツ軍の命で完成し初飛行を行った。ありがとうございます。